社会に出ると自分が予期してなかったことがいきなり出てきたりということがたくさんあります。学校でお勉強すると、まあ、あの試験を受けていい点数を取って合格っていうことでそれでスムーズにいくと思うんですけども、社会の中では自分が思ってもいなかったことが出てきたり、自分のせいじゃないのにこんな結果になってしまったとか、いろんなことが起きてくると思うんですけども、そういうのはもう序の口なので、 自分でフレキシブルな心を持って、じゃあどうすればいいんだろう。ここで止まっちゃわないで、自分はどういうふうに方向性を変えてやっていけばいいんだろうっていうことを常に考えて、フレキシブルに対応できるようにっていう気持ちを持っていくのが大事じゃないかなと思います。で、それをやるにあたっては、やっぱり自分だけで考えてしまうのではなくて、いろんな人とコミュニケーションをとって、あの、仕事っていうのは一人でやっているものではないので、 チームワークであったり、プロジェクトであったり、いろんな人といろんなコミュニケーションをしながら、こう成り立っていくものなので、人との関係を常に良くして、コミュニケーションを密につなげて一緒にやっていくっていうのが大事かなと思います。